サンデードラゴンズ延長戦今日のゲストは岡林裕樹選手ですよろしくお願いしますよろしくお願いします <laughs> サンデードラゴンズの生放送はいかがでしたかいやはい楽しかったですあっという間でしたねそうですね若さんが熱くなってただけなんで <laughs> ちょっと私今もなんですがうっすら汗をかきましてねなぜか岡林選手の恋愛質問をぐいぐい攻めてる時に私がポッポポッポ赤くなっちゃいました ちょっとごめんなさい、ぐいぐい行き過ぎましたね。いや、全然大丈夫ですよ。はい。大丈夫ですか。はい、別に何ともないので。さすが強心臓です。<laughs> いろいろ残ってますので、お話聞いていきましょう。負けたくないライバルは誰でしょうか。まあ、それこそずっと言ってますけど。高谷じゃないですかね。ああ。石川高弥選手。はい。はい。今年開幕。一緒でした。どういう気持ちでしたか。あのライバル石川高弥とともに開幕スタメン。 まあそれは本当、切磋琢磨して頑張ってきたのが、うんはい、一緒にこう開幕戦出れたというのは僕の中ではすごく嬉しいことですし、まあ、これからもそういうのをいっぱい続けていきたいなと思いましたね、はあ、途中で彼は離脱しましたがそれについててはどうですかまあ怪我ってプレー中の怪我は仕方ないことなんでね、うん、まあしっかり治してまた、はい、来年も一緒に出たいなと思ってますね。 入団の時からそうおっしゃっていて、一方がドラフト1位で、岡林選手がドラフト5位で、メディアの扱い方も結構、極端で、悔しい思いもしたっていう話ありますが、今、どうですか、石川昂弥選手と自分の位置っていうのは、どう感じてます僕が決決めめるることですすかねねそれは、うん、若ささん決めてください,よいいいよよ切りり返ししをするようになりました、ね そうか。それは自分で決めることじゃないですもんね,もんね、はい、第三者が決めることだと思うので僕は決めれることではないので和菓さんお願いしますいや僕なんかがドラゴンズファンを代表して決めちゃ岡林が上です <laughs> タイトル取りましたもん<ー>はい規定打席も到達しました言っちゃいましたね言っちゃったねただ これも正直なファンの気持ちとしてはやっぱり石川昂也と岡林勇樹がスタメンに名を連ねてそれこそ公約に書いてくれたビールかけのあの場の中心に2人がいてほしいそうですね同期同級生ってやっぱりこう、ね、そういう中にいたらうしいですし、うんはい、何回もしたいですよね。そそううですすよね、はい、岡林がが出てそしててし石川貴也が返すっていうところを 私は何度も実況したいなと思いますねぜひはい、3月からお願いしますあ、そうね私の行く気分けね <laughs> いじるようになりましたね <laughs> あ、ツイッターで生質問こんなのもまだプロ入りホームランを打っていないんですがホームランを打ってみたいですかホームランへの興味はないですあらそうですかまあ打ちたいなと思いますけど 出ないんで。今年ホームランを狙った打席ってあったんですか？ないです。あ、これはないんですね。はい、ないですね。ヒットの延長がホームランであればいいなぐらいヒットの延長がヒットなんで。<laughs> いや、ただツーベース3ベース3ベースは特にリーグナンバーワンですし、こ長打2塁打3塁打への興味というのはどうですか？はありますね。やっぱ得点の可能性っていうのは高くなります。し まあでも間抜けたらそうなるだけなのでとりあえずはヒットをいっぱい打ちたいなと思ってますけどそうですかあと視聴者からは生放送中にもちょっと名前出ました大島選手はどんな存在ですか難しくはないか尊敬してますねやっぱり今年前半戦、まあ、後半は僕は1番でしたけど僕は2番でずっと1番を打ってた大島さん目の前で僕は見てたので。 まあ、大島さんがこうやってたことを、まあ、僕も打席の中で思い切ってやってみようとかそういう尊敬しながら、えー、僕も打席に入ったりとかもしてたので、はい、尊敬でできる存在ですねネクストで見てて左バッターの大島選手の何を打席で取り入れたんですかやってみようっていうのは。まあそれこそ、まあ、見てわからないことはあったのでとりあえず質問をしてみた時に、まあ、2球種とかあ本番でおっしゃってた。はい 配球のこととかはいろいろ考えたり、まあ、あとはこう打席の中でのバッティングフォームの意識の仕方というかそういうのも取り入れてみたりとか大島さんは打席でちなみに何を意識していたんですか、まあ、バットをキャッチャーの方にまあ足を上げたりとかこうテイクバックする時のバットをキャッチャー方向に向けるとかバットのヘッドヘッドというかこう構えをこっち側にキャッチャーの方に出すっていう。 テイクバックって左バッターだからまっすぐ引くっていうイメージですけどこれをちょっとキャャッチャー方向に持っていくんですか極端な話そうですねでも実際は、えーまあ、強く打とうとかすると入っちゃうのでそれがこっち向くとまっすぐになるんで勝手に意識の問題ですねなるほど力が入ると要はこっち3カメさんに正対するとこうなっちゃうってことですよねそそうですねそれを防ぐために キャッチャー方ォーを意識してるとちょうどテイクバックが入らずに済むとはいこれ岡林さんにやってもらえばよかったですねなんで素人のお前がやってるんだっていうねでは全然いっぱい汗かけましょうえ、いっぱい汗かけましょういっぱい汗かいた方がいいはいなんで私やってんだろう強権 <laughs> の秘密は強権の秘密むしろピッチャーやってたからじゃないですかあ、そっか 高校時代までは投打二刀流で主にピッチャーでしたもんねそうですね野手の練習はしてなかったんでこれ未だに私覚えてるのは小物高校の戸田監督が私岡林祐希選手のドラフト取材行った時に「ピッチャーでいいと思うんだよピッチャーなんだよ岡林は」「お母さんなんとかピッチャーでやってってもらえませんか」って私なぜか頼まれたんですよね。 バッティングは私3年間一度も教えたことがないんですよと彼はピッチャーですって言ってたんで監督はピッチャーとしての才能を高く評価していたじゃないんですか <laughs> 自分ではどうですかピッチャーやってみたかったとかっていうのはないですないですあ全くない自信なかったんでねピッチャーとしてはいえピッチャーとして自信を失う瞬間っていうのはあったんですか うんもともと自信はなかったんでね <laughs> へえ<ー><ー>バッターとしては自信ないあそうですかいつ頃プロでやっていけるかなっていうのをチラッと感じましたうん一軍の試合出れた時とかじゃないですかね 一応って言ったら失礼ですけど1年目も2年目も1軍の舞台には立ってますけどどこででそれを感じたんですかねいつだろう分かんないなでもなんかいつの間にかこう対応できてたなとはあ誰かから打てた瞬間とかそういう鮮明なこれだっていうのはそんなにないないですね はあ、でも今年一番印象に残ってるプレーはスッと出てきましたもんねスワローズ戦のセンター前はいもうあれはあの試合終わってから今年1っていうのはもういっぱいこう翔平さんであったりとかには話してたのであそうですかへえちょっと話戻るようですけど大島選手の質問の2球種を打席で張りましょうっていうストレートと例えばカーブっていう2球種の張り方って 対応難しくないです速いものと緩いものを意識してってんかバット出てこなさそうですけどどういう二球種の入り方なんですかどういうい二球種まあ軌道イメージするだけなのであ軌道大体まっすぐだとこういう軌道で来るとかまあスライダーとかだとまあこういう軌道だなみたいな。あ例えば軌道の ざっくり言うとインサイド系に右ピッチャーがシューッと掘ってくるような軌道を描いておいてそれがまっすぐだったりカットだったりしても軌道がイメージしてるからそのまま対応できるとそうですねまあこう狙ったボールじゃないボールでも対応はしますけど、まあ、配球を考えながら大体、まあ、この2球種ぐらいを絞れば他の球種も対応できるのかなみたいな。 ああ、他のも対応できるような2球種を配球の読みの過程の中で頭に入れておくとそうですねそれはいろいろ考えながらはやりだしましたねへえそれシーズンのいつ頃だったんですかそれこそ打ち出した時じゃないですか6月の中旬ぐらいかなと思いますけどはあで7月にね3割7分を超えましたあの辺りなんですねプライベートもどんどんいきましょうかチャームポイントはこれ自分で自分の可愛いところはこうだと言ってください どこ？若さんどこですか？教えてください。あ、岡林さんの。岡林さんはやっぱクリクリの目じゃない？はい、あ、そう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 そい <laughs> パッチリ二重で妹さんとそっくりね。言われたことないですけどね。あ、そうですか？はい。本当にかわいらしい目でいいと思います。目。若さんどこですか？え、若さんどこですか？今聞き流そうとしました。<laughs> 僕それ知りたいですよね。人にだけ聞くよりか、ね。ちょっと待って。ね ここで YouTube 見るのやめるよ私のチャームポイント私はどちらかというとこの小さい方の目これ,これどうこれかわいい <laughs> 引きながら言わないでください引きながら言わないでくださいよいつも口が開いていますが癖ですか失礼な質問ですこれお閉じた閉じた閉じた。でも試合中確かにちょっとこう半開き感ありますよね うん、癖ですね癖ですかという質問に関しては癖ですよですすよなぜカメラの前で猫をかぶるのかこれも結構先輩からもよく言われるだろうし土田選手も結構カメラの前で素を出さないんですよって言ってたんですがこれはどうですか逆に若さん素でいますか <laughs> これまあ 完全なスカードだから私の話いいでしょ。完全なスカどうかと言われるとあの素ではないですがそういうことですあそういうことね。はいそういうことなんですよ。みんなカメラの前ですわあんまり出さないじゃないですか。出せない出せない出せない,、はい。こんなね何,何年もテレビ出てる若さんですら猫被るぐらいだったら、はい、僕はこ全然出てないのに被らないわけないじゃないですか。 なんか全部今日は言いくるめられてる感じがするけどいやでもそういうことですよねあ、素でやったらもう例えば言葉遣いも乱暴になったりとかねいろいろ言っちゃいけないことも言っちゃいそうですよいろいろあるんですよ <laughs> この国で <laughs> ごめんごめん私は本当今ちょっとあのカメラの前という意識が遠のいちゃったわ <laughs> 最新のモノマネこれは携帯模写 去年は橋本投手のものまねをスタジオでやっていただきましたがこれが抜群に似ていたので何かありませんかとリクエストが来てました岡林さんこれ最後やってもらいましょうかえどうぞなないいですよえないはい今自分のことで精い <laughs> っぱいなので若林さんのものまねまあ今だと、まあ、プロだと声じゃないですか。 声のモノマネってて誰かかあるんですかやめてくれ 1> 僕一回やったんでここで一回やりましょうよ俺これ「ザタイムで安住さんに急に振られてクオリティーの低すぎるえなり君やって大炎上したんやいやここでリベンジするのが男でしょそういうことかはい行きましょう急に振らないでくれよこの空気どうにかしてくださいよ <laughs> 僕じゃあどうにもなんないですね 育休という名の休みが伸びそうです私二度と二度とテレビに帰って来ない可能性を今感じております野村克也さんやってい,いリベンジで <laughs> 行きましょう勝ちに不思議の勝ちがあるんですよ負けには不思議の負けないんですよもう本当に帰らせていただきますよ <laughs> <laughs> どうしてくれんの岡林君大恥をくらってますよでも僕は 年やりましたかちゃんとやったね<あ>やったねそこは若狭さんもやりましょうよ体重の変動が結構あるようでちょっとシーズン中は痩せることもあったかと思いますがどうですか体重の変動は今シーズンありましたかそうですね7 8キロでキャンプ入って終わりは7 4キロ4キロぐらい落ちたので、はい、それだけしんどいんだなとあそうですか お母さんの体重どうですか。僕の体重はどうでもいい。<laughs> 結構ね、子育てでね、やっぱりあんまり運動しなくなるから、ちょっと増え気味。<ー>今七十五ぐらいかな。ちゃんと運動もしましょう。運動、そうだね。はい、うん、するする。次行きましょう。<laughs> シーズン中、何キロぐらいになったの。一番痩せちゃったっていう。そう、七十四キロですよ。七十四キロ。はい、今はちなみに。今、七十五か六とか、そのくらいですよ。キャンプに入るまでにはどれぐらいで。 七十八ぐらいで。まあ、それぐらいで入ればいいかなと。ウエイトって結構します。僕は毎日やりたいなとあ。そうなんですね。へえ。センターとライト、どっちを守りたいですか。まあ、僕はどちらでも、はい。その、まあ。任せていただいたポジションで。うんうん、まあ、そこの仕事をしっかりやりたいなと。 立浪監督にもオフいろいろイベントやラジオでご一緒したんですけども,もうセンター岡林ライト秋のレフト大島という青ジェッションを描いているそうなんですがセンターとライトで守ってて難しさの違いみたいなのありますかまあセンターは真正面の打球が一番難しい距離感がわからないんですけど、まあ、ライトだと僕はライト戦の。 打球が一応苦手なので、ええ、まあその難しさはありますけど本番の中の VTR で1年目は打球を追うのも下手くそだったとただゴールデングラブ賞を今年受賞しましたこう守備で自分で成長したなっていうところっていうのは誰かのアドバイス教えっていうのは一番影響を受けたのは誰ですかまあそれこそ今年引退しましたけど福留さんであったり中に、ねまあ、翔平さん によくこう試合中でも質問したりとか、まあ、あとはこうポジショニングの考え方っていうのも教えていただいて、まあ、あれだけ広いこうフィールドの中を取れる打球っていうのはもう限られてくるのでえそういったポジショニングっていう部分が変わったのと、まあ、あとはこう経験がえ必要ですけどスタートが良くなったので、まあ、そこがこうまく,くなった要因かなと。 へえ福留選手当然バッターとしてもすごいんですけどゴールデングラブ賞も取ってます福留選手からの守備のアドバイスでパッと思い浮かぶ印象に残っている言葉ってありますか福留さんから言われたことうんまだまだいいなと思って聞きに行ったんですけど、うん、まだまだって言われるんで。 あそうですね、はい、何がまだまだなのかは教えてくれるんですかまあ答えは確実こうやっぱりこういうところこういうバットの軌道は出てたからどっち飛ぶんだみたいなこう答えではなくてそのヒントを与えてくださってで僕はそれを考えながらまたポジションを,位置を変えているみたいな感じですちょっとこれすいませんね私の長い話になりますちょっと今鳥肌が立ったのは。 福留さんとこの前ラジオの特番一緒だったんですよで福留さんは現役中に荒木さんとキャンプ居残りで毎日毎日打っていたするとそこにある人物がやってきて今日ダメだけ言って帰るらしいんですよ何がダメなんだろう何がダメなんだろうと思ってまた振って振って振って翌日またその人が打ち込みのところに来て「今日はまあまあ」って言って帰ってくる。えじゃあああ何がまあまあなんだろうって 最終的なことだけは言うけども具体的なことだけは言わないっていうのが落合博光さんだったそうなんですよそれで選手はめちゃくちゃ考えていろいろ試行錯誤してこれだって思うものを掴んでいく岡林さんにも同じような指導の仕方を福留さんはしてるんですねいやそうなんですかごめんなさいそういうことですそうですね今の話聞いてそうなんですかとしか言えないですよねごめんなさいいや今ちょっと 落合博満さんが福留さんにやってたことを福留さんは今岡林さんにやってるんだと思って。なんかこう。いいなって思いました。はい。よかったです。次行きましょう。次いきましょうか。はいあ。これも気になる。加藤翔平さんには何を言われたのか。仲がいいから。ああいや、それこそ。まあ、翔平さん。まあ、ずっと一軍にいて、福留さんが交流戦終わってからいなくなって。はい、あのー。聞く人がこ。こ翔平さんが結構福留さんと。 ベンチをこう似てるおしゃべりというか、こう話をしてたので。まあ、それこそ、まあ。まあ、しび固めでよく翔平さん行くので。僕はそれでよく、こう。まあ、守ってない時とかでも。こう。聞きに行ったりとは。しましたね。はあ。やっぱそうやってスペシャリストからいろんなこと。あまり先輩に聞くことへの抵抗感ってないんですね。ちょっと聞きづらいなとか。そういうのは岡部さんあまりなくて、どんどん。吸収しようと聞いていく。もう自分のためなんでね。行くしかないじゃないですか。 逆にこんなの来てますよチームの先輩に怒られたことはありますかと思い浮かばえないのでないんじゃないですかそうです、ね、やっぱ怒られてない怒られたって思ってないのかもしれないですけどあなるほどまあいいと思う。 そうやってどん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 切り替えてい<う>くということですね次いきましょうこれはひょっとしたら野球少年からかな足が速くなるには何をすればいいですか僕そんな足速くないんですけどね,ねえそうですかはい、まあ、え自分でドラゴンズって誰が一番足速いと思います僕は三好さんです三好選手はい え、それはダッシュをやってたりするときに、一番感じるわけですか。まあ、めちゃくちゃ早いですね。あ、そうなんですか。はい、え、その他に、自分より足上だなっていう人います。みん,ますんみんないます。高松さん。だっ高松さんね。はい。みんないます。あ、でも、我々われやっぱ俊足のイメージ。ありますし、通りも二十四個決めてますから。どうでしょう。何をやるべきか。足を前に出す。それができないんですよ。<laughs> 足遅い人ってそれができないんですけど、足を早く前に出すために何をすれば？気合気持ち？気持ち。絡まりしない？足前出てこない気がするんだけど。気持ち。気持ち。はい。いいですか。よし。気持ちで前に出していただきたいと思います。はい。いや本当に何か私の方が半分以上喋ってしまったようで、今日の YouTube をご覧の皆さん本当に申し訳ございません。岡林さん。 来季に向けての意気込みを最後視聴者の皆さんにメッセージお願いします、えー。はい。来年は、はい。僕もテレビで見ましたけど、ビールかけできるように、はい。その優勝の一つのピースとなれるように、はい。勝利のために頑張りたいと思います。今日はどうもありがとうございました。 若瀬さんの来年の目標は。来年の目標は。モノマネのクオリティを上げる。これも滑ったな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。育休頑張ってください。<laughs> <laughs> 日曜お昼零時五十四分からはサンドラ。